ゴードン軍はアメリカ合衆国ジョージア州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は55,186人であり、2000年の44,104人から25.1%増加した。軍庁所在地はカルフーン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ゴードン軍は1850年2月13日に、 ジョージア州議会の法によって設立された。軍域はカス軍とフロイト軍の一部から取られた。コードン軍となった領域のすべては、もともとチェロキー族インディアンが使っていたところであり、チェロキー国の最後の首都であるニューエコタがあった。チェロキー族がまだその故郷に残っていた間であっても、ジョージア州議会は1830年12月に、その領土を測量し、部分、地区。 区画に分割することができる法を成立させた。その結果はまず、全地域をチェロキー軍として識別させた。1832年12月3日成立の法で、チェロキー族領土を10の軍に分割した。すなわち、カス軍、チェロキー軍、コブ軍、フロイド軍、ホーサイス軍、ギルマー軍、ランプキン軍、マレー軍、ポールディング軍、およびユニオン軍となった。 チェロキーの土地は抽選で白人開拓者に配分されたが議会はチェロキー族がまだ住んでいる区画を白人が占有することを暫定的に禁じた。1835年12月29日になってジョージア州は将来合ン軍となった領域を含みチェロキー族のまだ譲渡されていなかった土地に対する所有権について公式の根拠を持った。 この時のニューエコタ条約では、チェロキー族の一派が500万米ドルと引き換えに、ジョージア州、アラバマ州、テネシー州、ノースカロライナ州にあるすべての土地を放棄し、西へ移住することに合意した。チェロキー族の大半はこの条約に反対し、立ち去ることを拒否したが、アメリカ合衆国政府とジョージア州は条約に拘束力があると見ました。1838年、 アメリカ陸軍がジョージア州に最後まで残っていたチェロキー族1万5千人を集め西部への行進を強制した。これはその後に涙の道と呼ばれた。ゴードン軍はその道の出発点だった。ゴードン軍が1850年に設立された後、1852年から1877年にかけて何度も領域が修正された。衆議会はカス軍。 フロイド軍、マレー軍、ピケンズ軍、ウォーカー軍に土地を活上させ、また、フロイド軍とマレー軍からは領域を付加した。ゴードン軍は、州内94番目の軍であり、軍名は、ウィリアム・ワシントン・ゴードンにちなんで名付けられた。ゴードンは、ジョージア州人として、初のウェストポイント陸軍士官学校卒業者であり、ジョージア中央鉄道の初代社長となった。サバンナ市には、 ゴードンの記念碑がある。ゴードン軍の経済は、サービス産業に加えて、重工業と軽工業の製造業が基盤である。モホークインダストリーズは、床材のメーカーであり、軍内に本社がある。また、シ小インダストリーズ、防流インターナショナルグループ、LG 科学、神戸製鋼所の一事業部である、コベルコ建設機械、アメリカなどが軍内にある。 1920年代から活躍したオールドタイムミュージックのジョージアイエローハンマーズはゴードン軍の出身である。メンバーは主にビル・チッドウックライド・エヴァンス、バッドランドレス、チャールズ・アーネスト・ムーディ、フィルリーブであり、オールドタイムミュージック最盛期には重要なバンドだった。カルフーン高校のフットボールチームであるイエロー・ジャケッツはフィルリーブ・スタジアムで試合をしている。 チャールズ・アーネスト・ムーディは、ドリフティング・トゥーファー・フロム・ザ・ショア」など、南部ゴスペルのスタンダードとなっている歌を作った。この曲は、ジェリー・ガルシア、エミル・ハリス、フィル・レッシュ、ハンク・ウィリアムズなど多くの歌手がカバーしている。20世紀後半に2つの大きな列車事故が軍内で起こった。1981年、サザン鉄道第160列車がウスタノーロの街、近くで、 木材運搬トラックと衝突した。機関士とトラックの運転手が致命傷を負った。1990年、第188列車がデイビスの大比線北端で停車信号が出ていたのを走行し、第 G38 列車に衝突した。第 G38 列車の機関士と車掌、及び第188列車の車掌が死亡した。 ジョージア州道136号線に近い、この衝突現場には、慰霊碑が建てられている。ジミー・カーターが当選した、大統領選挙の助言者だったバートランスは、カルフーン第一国定銀行の理事会議長だった。この銀行は現在 BB&T が所有している。近年のゴードング派共和党の強い地盤になっている。2004年、ジョージ・ W ブッシュ。 11671票。ジョン・ケリー。4028票。バドナリク。76票2004年。アメリカ合衆国上院議員選挙。イサクソン。11051票。マジェット。3930票。バックリー。330票2002年。ジョージア州知事選挙。バデュー。6074票。バーンズ。3468票。ヘイズ。 254票をアメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は358.01平方マイルであり、このうち陸地355.54平方マイル、水域は2.48平方マイルで、水域率は0.69%である。週刊高速道路アメリカ国道ジョージア州道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ゴードン軍教育学区には、高校2校、中学校2校、小学校6校がある。カルフーン氏は別の学区であり、予備学校、小学校、中学校、高校各1校がある。ありがとうございます。